し走り抜いてきた馬娘たち。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番ミホノブルボン、1番ミホノブルボン北サンブラック、5番ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。まもなく第4コーナーカーブ、1番人気5番ミホノブルボン早くも先頭。1番ミホノブルボンと5番ミホノブルボン2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。先頭から後方まで縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。まずは1周目正面スタンド前に入った。現在1番手は1番ミホノブルボン、続きました5番ミホノブルボン、そしてその内を回って北サンブラック、外を通りまして里のダイヤモンド、スーパークリーク追走、さらにはスペシャルウィーク第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。さらに1番ミホノブルボン、5番ミホノブルボンここにいます。その後山陽マシン開いて北サンブラック、あとはスーパークリーク、あとから里のダイヤモンド、その後スペシャルウィーク1馬身差成田大臣、その外並んで8番グラスワンダー、さらに2番グラスワンダー、1番ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。1番ミホノブルボン彼女の客室には合っていますね。2コーナー回って向こう正面、先頭は依然1番ミホノブルボン2馬身リード、残り 1000m を通過。続いて5番ミホノブルボン2馬身離れて北サンブラック、少し離れてスーパークリーク、内を回って里のダイヤモンド、その後山陽マシン開いてスペシャルウィーク1馬身差成田大臣、そしてその後方には8番グラスワンダー、その後2番グラスワンダー、第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち込まれた。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのは1番ミホノブルボン、1番ミホノブルボン、速い速い、もはや独走状態、200を通過、スペシャルウィーク食らいついていく。1番ミホノブルボンリードは3走、1番ミホノブルボン1着でゴールイン、実力をいかなく発揮しレースを制した。優勝は1番ミホノブルボン、見事サジタリウス杯を制し優秀の頂点へ立ちました。2着スペシャルウィーク、3着に入ったのは